まずはたかし師匠の金ピカジャケット、生まれたきっかけは何だったんでしょうか。大金持ちのお坊ちゃまと普通の人間が一緒の服やったらやっぱり笑いがないでしょう。ほんで最初僕がタキシードで相棒が普通の服やったんですよ。それがタキシードではちょっとつらいから言うんで、僕が塩ビ服で相棒が普通の服。お坊ちゃまは塩ビ服の時代もあったそうです。ぶっちゃけた話が、春徳道のテーラー洋服屋のおっちゃんが、ハゲのおっちゃんがやね、ぶっちゃけた話、この切れ持ってきたんですよ。ほんでたまたま金の切れを見て、これ金の切れで服作ったらどうかないうのがきっかけですね。ぶっちゃけた話、これしかないみたいな感じでしたね。はい。そやけどね、金の服ね、はい、あの初め恥ずかしかったね。最初着るのが恥ずかしかったね、うん、そうです、それ初めてやった、ね、それもう手に持ってね、うん、はいはい、ほんで分からんようにしてこう座っとったことありますね。おそどろか。いや本当に恥ずかしかった本当に最初はね、はい、うん、そんな金ピカジャケットに負けず劣らず個性的なのが広志師匠のしゃべるジャケットの裏地。だから平成8年ぐらいからやりだしました ね。で一番最初の文字がこれなんですよね。はい、これはもうあの取り外しのにしてるんですけども、最初は服に直接刺繍したという、はい、はい、殺すわじゃんね、怖い言葉ですね。そうですわ。次作ったのはこれでしたね。これ、あ、これが一番、これが一番、これが一番ね、はい、今でもね、出ていく時はこれですわ、はい、これが一番いいです、本当に。最初はジャケットに直接刺繍していたものの、いろいろなセリフを使えるようにワッペン式に。今ではその数20種類以上。でもこんな失敗もあったそうです。あ、そうですね、1月のね、1日のお正月番組が1月2日放送ですか、生放送でしたね、はい、ほんで舞台上がっていきまして、お客さん今年も1年よろしくお願いします、今年は皆さんこれでっせー言うて、私がおめでとう、おめでとうをめくってたはずだったのに笑わないんですよ一切。後から見たらこれになっとったんですよ1月1日からえらい問題してもうたないうんが、まあ、ありました、ね、その年はボロボロやったわそのおかげでこうして上方漫才の歴史に残る衣装を武器にした漫才は生まれたのです。ご視聴ありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。